はい、こんにちは佐々木徹ですえ今日はですね、ちょっとここ下の方で作った評価版の無料のツールをですね、プレゼントしようと思いましてですね、こちらの動画の方を作成をしております。例えばですね、これビットコインでえー、っとですね、これ新型コロナがあって、 あってですねドカサギしたのが3月なんですけれども、その後フェデラルの方が、その量的緩和政策っていうのをぶち込むということをやって、ドルをバンバンすり始めたということがありました、でそうなると何が起こるかっていうと、要はそすべてのマーケットがですねドルに支配されるというふうな局面になってくるわけですね、ですから、まあ、例えばちょっと今、ここに載せている線っていうのは、これ、ドルインデックスになります、なので、ドルインデックスをひっくり返したものなので、まあ、これがドルのですね上に行けばドルが弱くなると、え下に行けばドルが強くなるというふうなものだと思ってく でこれ、過去を冷やして振り返ってみたときに、まあ、全然この辺って、何にもビットコイン関係ないんですよね、はっきり言ってドルと、ドルが何しようが、ビットコインは上がるし、ビットコインは下がるしっていうことで、もう完全に野生動物だったわけですよ。ところが2019年ぐらいから、ですねちょっとその様子が変わり始めて、ちょっとなんか、あの米ドルの方を意識し始めたのかなっていうふうな動きがあって。 で,でもう新型コロナがわの相場ですよね、バンバン米ドルがすられ始めたタイミングから、もう完全にと言いますか、ほぼ一致して動いてるっていうのを見ていただいたら分かると思うんですよ。ここんなとこそうですよねドルの方が先に弱くなっ いいいるるののににビットコインの方は地面に張り付いてたいだ、やっぱり無理がかかっていて、結局追いつくというようなことっていうのが結構あるんですけれども、じゃあそれを何か可視化する方法はないだろうかということで、で、これはあのトレーディングカレッジっていうところでですね、お配りしているディガーっていうツールがあるんですけれども、それはどんな対象でもですね、こんな感じで比較対象ができるものになるわけなんですけれども、ここで出している評価版は、これはもうドルインデックスとですね、比較をするためのものということで、機能を絞っています。機能絞ってますけれども、これ こう強烈なんですよね例えば、もう新型コロナ入った後になってくると、まあ、例えばですけれども、仮に敷地を20っていうふうに見たっていうことであれば、例えばこれがドルに対してビットコインの方が変わりすぎているタイミングだと、やっぱりこの利確の方は変ってますし、で、それが例えば、売られすぎのところまでもやってくるとですね、まあ、ある程度、この、なんていうかな、ビットコインの方はそこに下がるのがだいぶ苦しくなってくるし、みたいなことっていうのを結構繰り返してるんですね。まあ、やっぱりこういうふうに、米ドルと比べたときにビットコインがどの辺にいるのかなっていう位置関係 っていうのが視覚的に分かるとね、ものすごい強いと思うんですよで、それを使うにはやっぱり今マーケットが何で動いているのかっていうのを当然知る必要がありますよねですからこれは未来英語を使えるツールでは当然ない ですと。なぜならば、もうこういう時全然使えてないですよね。ただ関係ないんですもん、ドルとビットコインなんて。えー、ただ、今は関係しているとこういうようなところですよね。はい。なので、まあ、これがですね、タンデムが続く間は、あこのツールっていうのも比較的いい使っていきやすいですし、まあ、手始めにですね、その米ドルと比較をするためのツールっていうのをね、試しに使ってみていただくっていうことで、まあ、なんとなくイメージがつかめるんじゃないのかなというふうに思いましたので、こちらの方ですね、プレゼントしようと思いました。はい。ということで、これ入手の方法は簡単です。えー、ココスタの方で、えー、無料の、あの、特典をですね、まとめたコース いいうのを1つ作っています無料工芸のアクセスはこちらというコースこれ URL 貼っておきますね。で、ここの中でカリキュラムの詳細に行くと、トレーディングビューム無料インジケーターバーサス u s d プレゼントはこちらっていうところがあります。で、ここをクリックしてもらって、 たら無料登録画面に行きますメールアドレスだけで登録できますあ。メールアドレスとユーザー名だけですね。ユーザー名は別に本名じゃなくても結構です。はい、で、その2つだけで登録ができるので、それを登録していただいたらもうここすぐ行くことができます。で、これは必要なのはトレーディングビューの無料のアカウントがあれば使うことができるというふうなものになります。一切無料ですので、はいまたこれにね、ご興味のある方は入賞してみていただければよろしいのではないかなというふうに思います。はい、ぜひご活用ください。ありがとうございました。失礼します。